当人大紀元をご覧の皆様、明けましておめでとうございます。私は大阪府議会議員西村光と申します。昨年は様々なことが起きました。2月24日ロシアがウクライナに侵攻し始まった戦争、また秋頃の11月には台湾の統一地方選挙もありました。私は大阪府議会議員でありまして、昨年問題提起をしたこの大阪の港と中国の武漢侵攻がパートナーシップを結んでいる問題を私は問題提起をしました。私はそのことを踏まえてですね、この日本は地方から攻められていると思っております。まだそのことに関して問題解決や何一つ動けていない状態ではありますが、どうか全国の皆様、世界で何が起きているか、アジアで何が起きているか、私に教えてください。そしてともにファクトな情報を伝えていくために力を合わせましょう。どうぞ今年もよろしくお願いいたします。